こんにちは。今日はリフ編みの、編み方で、花びらの数が5枚のもの。リフ編みは普通、花びらの数が6枚になっているんですけれど、今回は全部5枚の花びらになるように編んでいきたいと思います。こんな感じでね、まるでね桜の、お花がねたくさん咲いているような編み方になりますので、まあ、 桜編みとでもね名付けることにしようかなと思います。はい、こちらの方はねダイソーの、メランジですね。これの、スモーキーピンクっていう色でね編んでみました。2玉これを全部使うと2玉なんですけれど、9段編んでこんな形になっています。ほぼ円になってるかなと思います。はい、こんな感じになりますね。6目の花びらで編んでいくと、六角形にねだんだんなっていくんですけれど、こちらの方は、増し目がこの分散されていきますので、ほぼね円に近い状態の編み方になっています。そしたら編み図で説明をしていきます。輪の中に編みつけていくようにしますけれど、もし輪の中に入れにくいようでしたら、鎖編みを5目ほど編んで輪っかにしてから編んでいってもいいと思います。はい、輪の中に立ち上がりを1目入れます。はい、リフ編みのこの1目っていうのは中長編み3目の玉編みのことを言います。はい、1目立ち上がりを入れて、次は2目一度をします。この上の部分と下、この輪っかの中に入れて2目一度にしますね。それを 1,2,3,4,5 回編みます。そして最後、1目編んで最初の、立ち上がりの目に引き抜き編みをします。はい、2段目に行きます。立ち上がりを1目入れて11回2目一度をして、最後は、1目を編んで立ち上がりの目に引き抜き編みをします。はい、3段目に行きます。3段目は、はい、3目一度が入ってきますね。3、2、2と編んでいきます。はい、3、2、2と編みますね。はい、このブロック、この6等分にしますので、花びらの延長を、1ブロックとして数え、考えていきたいと思います。なので3段目のこの1ブロックは、3、2、2でぐるっと回ってきて、最後は、2で終わることになるんですけれど、立ち上がりのところに1目ありますので、はい、さらに1目を入れて、これとこれで、2目一度っていうか考えでいいかなと思います。はい、ここで、引き抜き編みをします。はい、4段目に行きます。立ち上がりを入れて、はい、次は、1ブロックが3、2、2、2という風になります。3、2、2、2、そしてぐるっと回って、最後も最後のブロックですね、ここが3、2、2、2、2になりますね。ここが立ち上がりを入れて2になりますので、最後の引き抜き編みは1目編んで最初の立ち上がりに引き抜くっていう形になります。まずね4段まで編んでいきたいと思います。5段目からはちょっとね変則的になっていきますので、4段目までいきたいと思います。今日編む糸ですけれど、こちらの七色彩色、100円ショップのこれはセリアさんだったかな。はい、こちらの糸で編んでいきたいと思います。そしてかぎ針の方は、この糸の表示に8号から12号です、10号ですね、8号から10号と書いてありますけれど、ちょっとウールが入っていますので若干細く感じる、こちらぐらい、こちらと同じぐらいに、思いますので、これ 7.5 で編みたいと思います。こちらの方が7から8ってなってたのかな、どこだ、ここね、かぎ針7から8っていう風になっていますので、同じかぎ針でいいかなと思います。はい、そしたら、編んでいきますね。そして印をつけるのに、マーカーが6個いります。はい、そしたら輪の作り目をします。こちらが糸玉ですね。人差し指に1回ぐるっと巻いてバッテンを作って外します。この中にかぎ針を入れて引き出してきます。はい、そして、鎖を1目編んで、そしてぐいっと持ち上げます。玉編みをしますね。リフ編みの1目を作ります。1、
2、3回引き出してきます。中長編みの未完成なものになります。そしてここを押さえます。で引っ掛けて、この今までのやつを全部抜きます。はい、そして押さえていたところに入れて取ってきますね。はい、そして引っ掛けて全部抜きます。細編みを編んだことになります。はい、そして鎖を1回編みます。よくキュッと締めておきます。はい、次いきますね。ぐっと持ち上げて、はい、引っ掛けて、ここの穴ですね、今細編みを編んだところ、ここに、玉編みを編みます。1回2回3回引き出してきます。次は掛けて、この最初に作った輪の中に入れます。引っ掛けてぐっと持ち出します。掛けてぐっと、掛けてぐっと引き出しますね。はい、これで、2回編んだことになります。そしてここを押さえて引っ掛けて、今針にかかっているのを全部抜きます。はい、これで2目一度したことになります。押さえていたところにかぎ針を入れて取ってきますね。はい、そしてかけて抜きます。細編みを編みました。そして鎖を1回編む。はい、これが一連の動きになります。ここのね、細編みを編んで鎖を編むっていうのがずっとついてきます。はい、次いきます。ぐっと持ち上げます。はい、今の編みの穴の中に1回入れて、2回3回かけて、かけた時はね、ここを押さえておいたら目がね小さくならなくていいと思います。次はこの輪の中に入れます。はい、取ってきますね。1回、はい、かけて2回かけて3回グイッと引き出しますね。そしてここを押さえておいて、かけて今まで溜まっている分を全部抜きます。はい、そして押さえていたところに入れて取ってきます。そしてかけて全部抜きます。そして鎖を1回キュッと締めておきます。これで今2目一度をこことこことで2回しました。はい、次いきますね。ぐっと持ち上げてかけて、今の細編みの穴に入れます。1回2回3回ぐっと引き出しますね。はい、かけてここを押さえておきます。はい、輪の中です。はい、1回かけて2回かけて3回引き出します。はい、そしてここを押さえておいて、かけてこれを全部抜きます。はい、押さえていたところに入れて、そして細編みを編みます。そして鎖を1回。はい、これで2目一度を1回2回3回編みました。はい、はい、次いきますね。はい、1回2回3回引き出します。はい、かけて輪の中へ入れて、1回2回、はい、3回引き出します。でここを押さえてかけて、これを全部抜きます。はい、押さえていたところに入れて、はい、取ってきてかけて抜きます。そして鎖を1回。はい、最初は花びらを6枚作ります。今 1,2,3,4 5枚できていますね。はい、次は、最後になるんですけれど、6枚目の花びらを作ります。1回2回、はい、3回かけて押さえて輪の中に入れて、1回2回、はい、3回引き出してきますね。そしてここを押さえてかけて、よいしょ、これを全部抜きます。はい、そして押さえていたところ、ここですね、ここに入れて、
引き出してきて細編みを編みます、はい、そして鎖を1回これで、2目一度を、1,2,3,4,5 回編みました。そして花びらの数が 1,2,3,4,5,6 枚できていますね。立ち上がりもを入れましたので、花びらは6枚になっています。そしてこれをぐっと締めますね、はい、花びらは6枚ですけれどこの周りはまだ 1,2,3,4,5 枚しかありませんのでもう1回、玉編みが必要になります。ぐっと持ち上げてかけて、はい、細編みの穴の中に1回2回、はい、3回入れたらこのままの状態で立ち上がりのこの目ですね、細編みをした穴ここに入れて取ってきて引き抜き編みをします、はい、そしてかけて抜きますね。鎖を1回編む。そして、ここねどうしても目がね変形してきますのでもう1回ここに入れて引き抜き編みをしておきます。形をね整えるために2回引き抜き編みをします、はい、そして鎖を1回編んでおきます、はい、これが1段目、はい、花びらの数は 1,2,3,4,5,6 周りは 1,2,3,4,5,6 できていることを確認してください、はい、最初だけが6枚です。今からは5枚の花びらに、作っていきます、はい、最初は立ち上がりを編みます。ぐっと、持ち上げてはい、かけて3回1、2、はい、3回、はい、抜きますね、はい、これは立ち上がりです。立ち上がりを1目編みます、はい、次からは2目一度編みます。ぐっと持ち上げてかけて押さえて1回2回3回はい、次そのままで立ち上がりの根元のところへ、入れて2目一度にします、はい、引き出してくるのは3回です。2回、はい、3回3回引き出したらここを押さえて引っ掛けて全部抜きます、はい、押さえていたところに入れて細編みを編みます、はい、そして鎖を1回。これが立ち上がりで今2目一度をしました、はい、次へ行きます。ぐっと持ち上げてかけて1回2回3回引き出します。かけて次はここに行きます。1回2回3回そして押さえてかけて抜いて押さえていたところに入れて細編みを編みます、はい、そして鎖を1回、はい、ここね5枚の花びらになってますね、はい、次も今ここね4枚花びらがあるのを5枚にしていきます、はい、持ち上げて1回2回3回引き出してきてここに入れますね。1回2回、はい、3回、はい、これで2目一度をします。押さえてここに入れて、はい、鎖、はい、これでここが5枚の花びらになりましたね、はい、ぐっと持ち上げてかけて次はこことここに行きます。ここに入れてしまうと花びらが6枚になってしまいますので、はい、今持ち上げたここ持ち上げたとこですね、これここに入れますね。こことここに2目一度をします、はい、1回2回3回ウィッと持ち上げますね、はい、かけてこっちへ行きます。1,2,3と大きく持ち上げて大きな花びらを作っていきたいと思います、はい、それで全部抜きます、はい、押さえていたところに戻って引っ掛けてきて細編みを編みます、はい、鎖を1回、はい、
それでここに5枚の花びらができていますね。はい、次ここも5枚にします。ぐっと持ち上げてここと、ここに入れますね。1回2回3回、はい、かけてここです。1回2回3回、かけてこれを抜きます。よいしょ、はい、ここに戻って、はい、鎖を1回、はい、持ち上げて1回2回3回、はい、次行くのは、はい、ここはもうすでに5枚の花びらができていますのでここへ行きますね。引っ掛けて押さえておいて入れて、はい、1回2回、はい、3回引き出してきたらここを押さえて掛けて全部抜きます。はい、押さえていたところに入れて引き出してきて細編みを編みます。そして鎖を1回、この辺で、ね、大きな、ね、穴が開きますけれど、5枚の花びらを作るためにはこういう形になります。はい、次は持ち上げてこことここになりますね。イメージで押します。1回2回3回、はい、かけてここですね。1回2回3回、はい、こう押さえてかけて抜きます。ぐっと持ち上げて、次はここと、もうここは5枚の花びらができていますのでここへ行きます。1、2、3、はい、かけてこちら方へ行きます。1、2、3、はい、押さえて全部抜きます。押さえていたところに入れて取ってきて細編みを編みます。鎖を1回、はい、こういう感じになりますね。はい、また持ち上げて次はここと、はい、ここへ行きますね。1、2、3、かけて1、2、3、はい、押さえておいてかけて全部抜きます。はい、押さえているところに入れて引っ掛けてきて細編みを編んで鎖を1回、はい、それでここに5枚の花びらができましたね。はい、次いきますよ。はい、ぐっと持ち上げてかけて、次はここと、もうここは5枚できていますのでこっちへいきます。はい、1回2回3回、はい、かけてここですね。1回2回3回、はい、押さえて全部抜きます。押さえていたところに入れて取ってきて細編みを編んで鎖を編みます。はい、こういう形になりますね。はい、次、はい、ぐっと持ち上げてかけてこことここに行きますね。ここへ入れると5枚の花びらになりますね。はい、1回2回3回、はい、かけてここです。1回2回3回、はい、そしてかけて抜きます。はい、こういう形になります。はい、次はもう最後になりますので1目玉編みを編んでここへ引き抜き編みをします。ぐっと持ち上げて1回2回3回編んだらここに入れますね。立ち上がりの目です。ここに入れて引き抜き編みをします。はい、そして鎖を編んでぐっと締めて、そして形がね乱れていますのでもう一度この穴の中に入れて引き抜き編みをして形を整えてあげます。そして細編みを鎖を編んでおきます。はい、こ
これで真ん中に6枚の花びらができていますね。その周りは全部5枚の花びらになっています。そしてこの外側の玉編みの数は 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 になっていることを確認してください。印をつけるのを忘れましたので、ここで印付けをします。はい、最初はいらないかな。ここね、2個ずつ2つ飛ばしに印をつけていきます。はい、色はね、何色でも大丈夫です。これちょっと同じような色で分かりにくいですけど、2個飛ばして印をつけますね。ここは糸が出ているので分かると思います。5個で良かったですね。はい、こういう形で1段2段編んだところになります。はい、次は3段目に行きます。はい、立ち上がりを入れますね。ぐっと持ち上げて穴の中に1回2回3回、はい、押さえて抜いて押さえていったところですね。ここに入れて、そして細編みを編みます。そして鎖を1回、はい、次は3目一度をします。はい、ぐっと持ち上げて、こことこことここに、こことこことここの3目一度をします。はい、持ち上げてかけて、この穴の中に1回2回3回引き出します。かけて、ここね、押さえて、ここですね、ここに入れて、はい、引き出します。1回2回3回、はい、そして次のところへ行きます。1回2回3回、はい、針に3目、これね、玉編みがかかりましたら、ここを押さえて、これを全部抜きます。ね、グリップ式の針ではね、ちょっとやりにくいですけれど、頑張ってこれを全部抜きます。そして押さえていたところに戻して取ってきて、そして細編みを編みます。はい、こういう形にしますね。そして鎖を1回、これでここね、これとこれとこれとの3目一度を編んだことになります。はい、次は2目一度を編みます。ぐっと持ち上げてかけて、こことこことで2目一度にします。1,2,3、はい、次はここですね。1,2,3、はい、2目一度です。ここを押さえて、はい、全部抜きます。押さえていたところに入れて、はい、細編みです。そして鎖、はい、次も2目一度を編みます。はい、ぐっと持ち上げます。かけて、1回2回3回、はい、次入れる穴はこの印のところになります。1,2,3、はい、押さえて全部抜きます。押さえていたところですね、ここに入れて細編み鎖、はい、これで3目一度ね、ここ1,2,3目一度を1回、そして2目一度をこれとこれで1回2回しました。3,2,2と編みましたね。で、次のブロックはこの印と印のこの間を 3,2,2 で編みます。はい、ぐっと持ち上げて 1,2,3、 ここまでいきます。3目一度にします。1,2,3、はい、かけて、はい、印のところですね。1,2,3、はい、かけて次のとこまで行きます。1,2,3、はい、3目かかったら、ここを押さえておいて、かけて、これを全部抜きます。は
はい、押さえていたところに入れて引っ掛けてきて細編みを編みます、はい、そして鎖を1回編んで締めておきます。でこことこことこことの3目一度を編みました。次は2目一度です。持ち上げてかけてこことここになりますね。1、2、3かけてここです。1、2、3、はい、これで抜きます。はい、2目一度をしました。はい、次も2目一度です。ぐっと持ち上げてこことここはもうすでに5枚ねできていますので、ここに入れずにこっちへ行きます。2目一度をします。1、2、3、こっちへ行きますね。1、2、3、はい、かけて、おっと、はい、これで、3、2、2と編みました。こういう形でこの印から印までの間に3、2、2、次もまた3、2、2、3、2、2と編んで、最後は1でここね一目編んでここに引き抜き編みをします。はい、ここをぐるっとね一周回ってください。はい、6枚に、ね、ならないように気をつけてくださいね。花びらの数を5枚作るっていうのを意識して編んでいってください。そうしましたらこれが立ち上がりでぐるっとここまで回ってきて最後のところになりますね。はい、今ここで3目一度を編んだところです。次2目一度になります。はい、持ち上げて1回2回3回、はい、かけて次はここですね。ここに1回、2回、3回、はい、これで2目一度にします。細編みと鎖、はいはい、次が最後になりますね。最後はこの立ち上がりが1、そして引き抜く玉編みを1、それの1、1で2目一度になるっていう考えでいいと思います。はい、1、2、3、持ち出したら、はい、立ち上がりのここに入れて引き抜き編みをします。はい、そして鎖を1回、この時にねギュッとあの穴をね締めてくださいね。で、ここはね、編み目が乱れていますので、もう一度この穴の中に入れて、はい、引き抜き編みをします。そしてギュッと締めて鎖を編んでまた締めておきます。はい、これで3段目を編みました。はい、そして最終のこの玉編みの数が、18になっていることを確認してください。ここが真ん中ですね。そして全てのお花が5枚の花びらになっています。そして形的にはほぼね丸い形になって、とてもね可愛らしいと思います。はい、これで3段目、次は4段目、印の方を付け替えたいと思います。3目ごとに印を付け直します。1、2、3、1、2、3、これがここに来ます。1、2、3、ここにつけて1、2、3、はい、3目ごとの塊が6個できている状態ですね。はい、ここから4段目を編みます。はい、ぐっと持ち上げて最初は立ち上がりですね。1、2、3回持ち出したら、はい、押さえて抜いて押さえていたところに入れて細編みを編んで鎖を編む。これが立ち上がりになります。はい、次はぐっと持ち上げて今の穴、ここですね、こことこことここの3目一度を編みます。引っ掛けてここからです。1、2、3回引き出して掛けてここです。はい、入れて1、2、3回引き出しますね。はい、
押さえ、こうね、押さえます。はい、次、1回、2回、3回引き出して、針に、玉編みが3目かかった状態です。これを一度に抜きます。ここを押さえてかけて、これを全部抜きます。はい、で、押さえていたところですね、ここに戻して、細編みを編みます。この時に穴をしっかり締めながら細編みを編んで鎖を編みます。これで今この3目一度を編みました。こことここで2目一度にします。ここをすでに、5枚の花びらが出来上がっていますので、ここに入れずにこっちへ行きます。はい、1、2、3かけてここです。1、2、3押さえて2目一度をします。はい、次は持ち上げてこことこことで2目一度にします。1、2、3かけてここですね。1、2、3、はい、これで2目一度をします。で鎖、はい、でもう1回2目一度です。こことここはすでにもう5枚花びらができていますので、こことここの印のところになります。1、2、3、はい、かけてこっちへ行きます。1、2、3、はい、ここを押さえてかけて抜いてここに入れて細編みを編んで鎖を編む、はい、こういう形で3、2、2、2と編みました、はい、ね、下の花びらの数を5枚になるように確認しながら入れ間違いのないようにしてぐるっと一周編んでいきます。そうしましたらここが立ち上がってぐるっとね、花びらの数が5枚になっているのを確認しながら編んで、最後の印のところに来ました。ここからここまでで3、2、2、2と編みます。ぐっと持ち上げて1、2、3、そしてここですね、ここ、そして次はここになります。ここは3目一度のところです。1、3、はい、ここまで行きます。1、2、3、はい、そして押さえてこれを全部抜きます、はい、押さえていたところに入れて細編みを、ね、穴が開かないように気をつけて細編みを編んで鎖を編む、はい、次は2目一度ですね。こことここはもうすでに5枚できていますので、はい、次のところへ行きますね。1、2、3と編んだらかけて、ここを飛ばしてこっちへ行きます。1、2、3、はい、2目一度なのでここで抜いて穴に、ね、入れて細編みを編んで鎖を編む。次も2ですね。こことここになります。1、2、3、はい、かけてここです。1、2、3、はい、2目一度をします。よいしょ、はい、鎖、はい、次も2目一度なんですけれど、はい、もうすでにここで1回編んでいますので、最後の、ところは1目になります。1回玉編みをして1、2、3、それをここの立ち上がりのところですね、これとこれとを合わせて2目一度になるということになります。はい、引き抜き編みをします。はい、そして鎖を1回編んで、ちょっとね、目がね、乱れていますので、もう一度ここに入れて引き抜き編みをすると目がね、落ち着きますね。はい、こういう形になります。3、2、2、2、3、2、2、2、
3222という形にぐるっと編んで、最終のこの周りの目数の方が24になっていることを確認してください、はい、そしたら次は5段目に行きます。この印から印までの間に32223っていう風に編んでいって、最後は3で終わるんですけれど、ここの部分ね、これと足して3になりますので、はい、実際編むのは2目一度で引き抜き編みをするっていう形になります。印の付け替えをします。1,2,3 4つ目に印を付け替えます。 1,2,3 4つ目、この形で毎段印を付け替えながら編んでいきます。そして6目ずつ増えていることをね、確認してください。最後は4つね、こうなってます。はい、そしたら次いきます。はい、そしたら5段目を編みます。最初は立ち上がりなので、はい、1から始まります。はい、1回2回、はい、3回引き出して、はい、立ち上がりの、玉編みをまずね編みます。はい、次は3目一度を編みます。ぐっと持ち上げて1,2,3、はい、次はここですね。そして3目一度なのでここまで行きます。1,2,3、はい、かけて、はい、次へ行きますね。1,2,3と持ち出して、はい、ここを押さえてかけて全部抜きます。はい、押さえていたところに入れて、はい、取ってきて、この時にねグッとこれを引っ張りながらゴム編みを編むようにします。はい、そして鎖、はい、これが3目一度ですね。はい、次は 2目一度を3回します。はい、こことこっちへ行きます。1,2,3、はい、かけてこっちへ行きますね。1,2,3、はい、押さえて抜いて、押さえていたところに細編みを編んで、そして鎖、次も2ですね。持ち上げてこことここになりますね。1,2,3、はい、かけて1,2,3、はい、これで5枚できましたね。はい、抜いて、次も2目一度です。持ち上げてこことこっちへ行きます。1,2,3、はい、下をねこうよく見てここに入れ間違いをしないようにしてください。1,2,3回引き出してきて、はい、2目一度をしました。次は3目一度を編みます。はい、かけてこことこことここまで行きます。印のところです。はい、1,2,3と引き出してここへ行きます。1,2,3、はい、次まで行きます。ここまで行きます。1,2,3、はい、押さえて3目一度になっているので、ここね、たくさん溜まっているのは抜きにくいですけれど、頑張って引き出してください。はい、これで3,2,2,2,3っていう風に、1つのブロックの中を編みました。次はまたここからここの印のところまで、次は3ですね。3,2,2,2,3っていう風に編んで1周回ってください。はい、そうしましたら5段目を、ここからぐるっと編んで、最後の一塊のところに来ました。はい、でここもまた、5段目の方は3,2,2,2,3となりますので、ぐっと持ち上げてここから3目一度をします。1,2,3、はい、ここですね。
1、2、3、はい、次はここですね、はい、5枚の花びらを作りながら、編んでいくのを意識してください、はい、玉編みが3目かかったらここを押さえて一気に抜きます、はい、押さえていたところに入れて締めながら細編みを編んで鎖を1回編みます。次は2目一度になります。ぐっと持ち上げて、こことここはすでにもう5枚花びらができていますので、ここへ行きます。1、2、3、ここですね。1、2、3、細編みを編んで鎖、次も2目一度になります。こことここですね。ここはまだ4枚しかできていませんので、ここにもう一つ花びらを作ることになります。1、2、3、押さえて抜いて入れて細編みを編んで鎖、次も2目一度になります。こことここは今入れたので5枚花びらができましたので、ここへ行きます。1、2、3、1、2、3、はい、押さえて抜きます。次は、最後ですかね。ここで3編んで、2、2、2と編んで、次が、このブロックの終わりは3になるんですけれど、ここは最初に戻りますので、はい、これを入れて3になりますから、2目一度をして引き抜き編みをします。1、2、3、1、2、3編んで、そのままここの立ち上がりのここですね、ここに入れて引き抜き編みをします、はい、鎖を編んで締めて、そして編み目が乱れていますので、もう一度この穴の中に引き抜き編みをして、そして鎖を編んで、これで5段目がおしまいになります。で、5段目が編めて、周りの玉編みの数が30目になっていることを確認してください、はい、そしたら6段目に行きます、はい、立ち上がりは1目ですね。そして、2目一度を 1、2、3、4 回編みます。そして3目一度を2回編みます、はい、1、2、3、4 回2目一度を編んで、2回3目一度を編むっていうのがこの6段目の、編み方になります。そして最後はここね、2目一度で閉じるようになります。この2目と立ち上がりの1目で3目になりますので、ここね、この部分と同じ形になりますね。で、このね、編み方の方はこういう風に編まないといけないっていうのは、ありませんので、このここからここまでの間を、ご自分で、ちゃんと5目の花びらになるように作っていったら、これとこれが入れ替わったりしてしても、途中で3目一度が入ってもそれは構いませんので、絶対このように編まないといけないっていうのは、ありませんので、自分の編みやすい、編み方でされたらいいかなと思います、はい。そのことをちょっと最後でこの10段目のところでもう一度説明します、はい、そしたら6段目を編んでいきます。2目一度を4回と3目一度を2回します。はい、6段目を編むんですけれど、印を付け替えたいと思います。今この周囲の玉編みの数が30目になっていますので、 1、2、3、4、5 5目目に印を付け替えます。 1、2、3、4、5 1、2、3、4、5、はい、ここですね。はい、そしたら6段目を編みます。立ち上がりは1目になりますね。ぐっと持ち上げて1、2、
はい、3。はい、1目で立ち上がりを入れます。次は2目一度をします。持ち上げて今のこことここですね、ここに2目一度をします。1、2、3、1、2、3、はい、2目一度をしました。次も2目一度ですね。グイッと持ち上げてここと、はい、次入るところはここはすでに5枚の花びらになっていますので、ここへ入れて2目一度にします。1、2、3回引き出してかけてここへ行きます。1、2、3回引き出して押さえて抜きます。押さえていたところに入れて細編みを編んで鎖ですね、これで2目一度をしました。はい、立ち上がりがこれですね。2目一度を1回2回あと2回します。はい、持ち上げて次はここと、はい、ここですね、ここに1回入れたらここの花びらが5枚になります。1、2、3回引き出してここへ入れます。1、2、3回ですね。これで5枚の花びらがここにできたことになります。次も2目一度をします。はい、ぐっと持ち上げて次はここと、ここは今5枚の花びらになりましたので、ここへ行って2目一度にします。1、2、3回引き出したら次はここへ行きます。1、2、3、はい、そして2目一度にします。はい、これで2目一度を、4回、1、2、3、4、4回編んだことになりますので、次は3目一度を2回編みます。はい、グイッと持ち上げてこことこことここへ行きます。1、2、3かけて、はい、1、2、3、はい、ここですね。1、2、3、針に3目、かかったらこれを全部一気に抜きます。はい、押さえていたところに入れて細編みを編みます。そして鎖、これで今ここに3目一度を編みました。次ももう一度3目一度を編みます。ぐっと持ち上げてこことこことここになります。1、2、3、1、2、3、1、2、3、はい、3回針にかかったらこれを全部抜いて押さえていたところに入れて細編みを編んで鎖、はい、これで1ブロックを編んだことになります。立ち上がりですね、2目一度を1回、2回、3回、4回編んで、3目一度を1回、2回編んだところです。はい、次のこの印から印までも3目、2目一度を4回編んで、3目一度を2回編むっていう形でぐるっと1周回ることになります。1回、2回。3回2目一度をしました。もう1回2目一度をします。次はこことここは今5枚になりましたので、ここへ行きます。1、2、はい、3回引き出してここへ行きます。1、2、はい、3回引き出します。はい、そして2目一度をします。次は3目一度をします。はい、持ち上げてこことこことここへ行きます。1、2、3、はい、ここですね。
1、2、3、はい、ここへ行きます。1、2、3、はい、押さえてかけて全部抜きます。押さえていたところに入れて細編みを編んで鎖、はい、次も3目一度の編むところなんですけれど、こことここと、はい、最後はここにすでに1目ありますので、これを寄せて3目一度という形になりますので、実際に編むのは2目一度ですね。1、2、3、はい、ここです。1、2、3、はい、そしてこれ、ここね、立ち上がりです。これと、寄せたらこの3目になりますので、はい、引き抜き編みをします。はい、鎖を編んで、はい、目がね乱れていますので、もう一度引き抜き編みをして編み目を整えます。はい、これで6段目が編み終わりました。6段目が編み終わった時点で、この外側の玉編みの数が36目になっていることを確認してください。